クロザピンは治療抵抗性の統合失調症を治療する規定形抗精神病薬である。日本では2009年6月より商品名クロザリールがノバルティスファーマより発売されている。規制区分は劇薬、処方箋医薬品である。クロザピンは従来の抗精神病薬による自発生スキネジアの副作用が生じにくいとして1971年に ヨーロッパで使用が始まり、後の否定型抗精神病薬のモデルとなったが、致命的な無下粒球症を起こすことが判明し、販売中をされた。後に治療薬物モニタリングの技術が向上し、定期的な血球数等の検査が務付けられる。クロザピンは、リチウムと共に自殺を減少させることが判明している、数少ない医薬品である。クロザピンは、 最初の第二世代抗精神病薬であり、従来の抗精神病薬による自発治スキネジアの副作用が問題になった後、この副作用が生じにくい。新しい抗精神病薬として、1971年にヨーロッパで使用が始まり、後の否定形抗精神病薬のモデルとなった。しかし副作用で致命的となりうる無下流球症を起こすことが判明し、 1975年には、自主的に販売を停止した。その後、他の抗精神病薬に反応しない、統合失調症の治療に効果があることが証明され、アメリカでは1989年より使用が再開された。以前と異なり治療薬物モニタリングの技術も向上しているため、定期的な血球数等の検査が務付けられる。クロザリル患者モニタリングサービスの運用上、 一回の処方量は最大14日分を限度とされる。日本ではクロザピンを使用する医療機関、医療従事者、薬局は事前にクロザリル患者モニタリングサービスに登録しておく必要がある。これは無下流球症や対等脳以上の早期発見などのため、白血玉数、口中玉数、血糖検査の確実な実施と処方の判断を支援するサービスである。 主な副作用は、軽眠、悪心、嘔吐、流然型、便秘、貧脈、新鮮、体重増加、糖尿病や、高止血症の誘発など。また、約7割の患者が、脅迫性症状や脅迫性障害を停止、否定系抗精神病薬が原因と、示唆されている。特に、クロザピンとの関連が強く、治療機関は、 統合失調症の持続期間に関係なく、強迫性症状の重症度と相関している。重篤な副作用には次のものがある。骨髄抑制を起こす可能性のある薬剤、放射線療法、化学療法では、無下流急症の発現増加の恐れ、血液障害の副作用が相互に増強される可能性がある。 クロザピンの詳細な作用基準は不明であるが、ドーパミン D2 受容体遮断作用に依存しない中脳変異系、ドーパミン神経系に対する選択的抑制が考えられる。クロザピンはミクログリアの活性化を抑制し、神経保護作用を有するものと考えられる。インビトロ試験では、ドーパミントランスポーターの減少をクロザピン 0.1M よび 1M 濃度の 全処理で改善した 0.01M 濃度以下では改善せず 10M 濃度以上では神経毒性を示したこの神経保護作用はミクログリア依存性であったまた別の研究では25から 50M 濃度で PC12 細胞への神経保護作用が示されているアメリカ国立精神衛生研究所のトーマス・インセルによればクロザピンは リチウムと共に自殺を減少させることが判明している数少ない医薬品である。2015年のアメリカ国立精神衛生研究所やコロラド大学の教授らによる自殺予防の観点からの薬物療法についての論文によればリチウムとクロザピンが自殺を防止するという証拠に比べればそれ以外の抗うつ薬あるいは 抗精神病薬では、証拠に説得力がないことを報告している。イギリスでの医薬品の副作用報告の解析から、精神科の薬では最も自殺の副作用が多い、医薬品に含まれたが、研究者はクロザピンについて補足しており、他の多くの医薬品と異なり、病院内でより頻繁に用いられる薬で、無科琉球症の監視の目的で広くモニタリングされる、ため、 無関係な副作用の報告も増加することで、他の自発的な報告とは報告のされ方が異なる可能性があり、クロザピンは他の治療よりも自殺行動のリスクが低いというメタアナリシスも提示している。ありがとうございます。